一円紙幣は日本銀行券の一つ。日本銀行券の一円紙幣には旧一円券、改造一円券、以後戦前、戦中そして終戦直後に発行された紙幣のほとんどは金、本位制の廃止や新円切り替えなどによって執行しているが、日本銀行発行の一円紙幣に限り、発行されたすべてが現在も有効券となっている。ただし、 左官銀券は額面一円の俯瞰紙幣として使用できる。紙幣券面の表記は一円で、現在有効な日本銀行券の中では最小額面である。大黒点が描かれていることから大黒札と呼ばれている。図案制作者はイタリア人のエドアルドキオソーネである。発行から130年以上経た現在も有効である。 日本の現在法律上有効な貨幣の中で最古、打官銀券と書かれているものの、現在では、俯瞰紙幣としての扱いになるため、銀貨と交換することはできない。日本銀行券の文字の透かしがある。日本語と英語で、打官文言が書かれている。基盤言は、漢数字となっている。法的には有効であり、法価として額面である一円の価値が保証されている。 個典的価値は、法課としての額面価値を上回っており、数千円から数万円以上で取引されている。愛国休憩には、紙幣の強度を高めるためにこんにゃくが混ぜられ、そのため虫やネズミに食害されることが多々あったために、この一円紙幣を含めた改造券が発行された。表面には日本語で、裏面には英語で、ダカンクロスカシが採用されている。 1897年に銀本位制から金本位制に移行したが、打艦されるべき一円金貨が製造されなかったので、金本位制の下では金本位制にはそぐわなかったものの、違合券の登場まで、この改造一円券が事実上の俯瞰紙幣として、そのまま使用され続けた。古銭収集会での通称としては、基番号の表記から関数字表記のものを関数字一円。 アラビア数字表記のものをアラビア数字1円と呼ぶ。打艦銀券と書かれているものの、現在では俯瞰紙幣としての扱いになるため、銀貨と交換することはできない。法的には有効であり、法果として額面である1円の価値が保証されている。関数字基板号のものは、個性的価値が評価され、数千円から一万円以上の値がつくことがある。時代は、 第二次世界大戦に突入し、あらゆるものが戦争に借り出され、紙幣もコスト削減から、粗悪な作りになっていった。1944年からは投資番号が省略され、記号のみの表記となった。通称は、中央部内一円である。投資番号が表記されている前期タイプについては、投資番号は、基本的に90万までであったが、不良券との差し替え用に90万1以降の、 投資番号が印刷された補刷券が存在する。終戦直後の新円切り替えのため民間によってデザインされた英語券の一つ。大日本印刷や突版印刷などの民間企業でも印刷された。透かしが入っていない。1948年に戦後初の一円効果として一円王道貨が発行されたが、その後も A 一円券の製造は続けられた。ちなみに、 その1円王道うは1953年に小額通貨整理法により通用停止となったため、1円の貨幣は1円紙幣のみとなった。そして1955年の現行1円アルミ化の発行後、1956年に A1 円券の製造が中止され、1958年に A1 円券の日本銀行からの支払いが停止された。価値は、 数円から数百円である。少し、ありがとうございます。